えー、こんばんは、報告ですということで、ありがとうございます。二十四日深夜、話を切り出しましたと。えー、話の入り口、えーと、話の入りとしては、私の気持ち、心配していること、何とかしたいことを少しずつ話し始めました。と、えー、子どもたちの様子としては、うなずいて聞いてくれていました。 えー、そこから一般家庭とかけ離れすぎていることを説明しました、えー。上の子は周りと違うことは感じていると返事をくれましたと。で、過、え、去、ー、かけている。 えー、かけ離れれててていいいいるるる内内容容として深いことととし深ここには触れず私が確認ででできあうすね、はいはい、でもし逃げたいという意思があるのならできる限り全力で何とかしたいし、えー、その準備もできていることを伝えましたと、えー、その時の様子は下を向いて反応がありませんでした、えー、その反応を見て引くことも考えたんですが今すぐ返事をしなくていいことを伝えましたと、えー、その時に上の子は下の子がいる前で弱いところを見せられないのではないかと思い少し離れた場所でもう一つだけ言わせてほしい と続け、えー「あなた過去長女はまだ甘えていいこと」えー「下の子たちのことを含め、えー、何もかも一人で抱え込むことはないことを伝え考えてみてほしい」と伝えましたと、えー「上の子は涙を流していましたと」と「ただ抱きしめることしかできないことに腹が立ちました」と。はあ、切ねえな うんえー、結果として返事はありませんでしたが距離は以前より縮んだと思いますああよかったです、えー、良い結果を報告できずすみませんとえー、いやそんなことないですよでえっ、ー、とですが今後も子どもたちとの交流は続けていきますし保護への対応も続けてありがとうございます、えー、もしご迷惑でなければ今後も報告させてくださいよろしくお願いしますそれは、えー、会話の内容はかなりコンパクトにまとめていますが少しずつ様子を見ながら話は進めましたと、えー、また保護の希望の返事を強要できない理由として私が 子供たちを一生見守るという選択肢を選べないからですそれは全然オッケーですうん、ね。こんな中途半端でと思われるかもしれませんがいや思いません全然1ミリもただ今よりは良い環境で良い暮らしができることを願っての行動ですと、えー、本日仕事のためリアルタイムで聞けませんが仕事が終わり次第確認させていただきますということでありがとうございますうんそうっすねいやでもいろんな選択肢の中で多分いろいろベストな 選択肢を全部チョイスしてくれたかなっていう感じの、えー、雰囲気っすね。その、うん、あの、長女の子のリアクションを見てもそうっすね。はい。なので、さすがさすがだと思います。はい。っていう。で、えっ、ー、と、ちょっとこれ、おそらく長女の中で、うーん、おそらくその保護っていうのが多分頭にちらついたときに、 うーん離れ離れに兄弟が離れ離れになっちゃうんじゃないかなっていう多分それそのネックって多分すごいあるような気がするんだよね。まあでも多分この流れだとおそらくそんなにうーんまあうーんこの話の雰囲気を見ると長女が結構賢い子だから。 うん賢,い賢い子っぽいからだから多分判断としては割と早く判断してくれるんではなかろうかなと。というのは何かっていうとこのまだ甘えていいことと下の子たちのことを含め何もかも一人で抱え込むことはないことっていうのは多分この、えー、とあなたが見た中で多分この子はすごい責任感が強くてで一人でこの下の子2人を抱え込んでる。 しょいそ,の子のその子らの責任を背負い込んでるっていう責任感が強いところを、えー、見て、えー、そこを、あのー、そういう判断からこの言葉が出たと思うんでそうすると多分責任感の強さからまあこの寒空の下ね、うん、寒空の下で、うん、下の二人をそのまま。 寒い中こうずっといさせるっていう判断を、うん、いさせることっていうのをしたくないから保護っていうところに多分早めに、うん、頭を切り替えてくれそうな、うん、雰囲気があるかなと俺は思うんですけどうんなのでまあそうっすね多分本当に多分おそらく。 まあもし毎日会ってるんだとすると変な話うんまあ今週中のどこかでうんそういう話になるんではなかろうかなっていうところで僕はなんとなく思ってるんですけどどうですかねそんなに早くは結論出ないかまあどうだろう,うんまあでもそうね早めに決断してくれたら嬉しいなとは思うんですけど まあそうですね。だからそこに関しては、ちょっとあのー、まあ、えっ、ー、と、今後、なるべく3人でいられるっていうところは、えっ、ー、と、僕の方からも、なるべくお願いしておくんで、あちょっとそうですね。またちょっとまた負担かけちゃうかもしれないですけど、またあと、数日、うん、まあ、数日だといいですけど、うん、数日ちょっとお願いし、面倒見てくださいっていう感じで、ちょっとお願いしたいですね、これは。 いやでもさすがだと思います。全部あの対応としてはあの完璧だと思いますし、なんかあのー、そうですね、こんな中途半端でなんておっしゃってますけど、いや全然中途半端でも何でもないし、あのー、やっていただけてること最大限やっていただけてるんで、まああの、僕としてはすげえありがたいなって思ってますし、そう、あのー、っていうことですね。なので一応、まあ、えっ、ー、とー、本人の希望さえ、あのー、聞ければ、 あの保護の希望さえ聞ければあとはもううん保護ができるっていう状態にはなってますっていうことを一応皆さんにもお伝えしておきますっていうことでございますねまあ早めに決断してくれると嬉しいけどまあ難しいねうんで多分あのー、この方も多分あのー、説明してくださってると思うんですけどまあ多分もうお母さんとは会えなくなっちゃうよっていう説明も多分してると思うんでうーんそう まあそこの決断っていうのもまあ一応ねどんなクソでもお母さんはお母さんなんでうんはい本人にとってみればねうんだからそこの決断をどうするかっていうところかなうんそうでねこれもう,もう一つ分かっといてほしいのはねこのまあ虐待系の話って例えば保護が完了したらそこで終わりじゃないんだよね うんそこからが本当にまあ自分との戦いというか <laughs> あの本人にとってはきつい場所でうーん今まではもう毎日日々生きることに精一杯でねあのなんとか自分がこうその日を生き抜くことに精一杯でそれに頭全部フル,フルでそこにベッドしてねえあの。 そのことばっかかりを考えてるから何にもこうまあまあその日を過ごしていけるんだけどそれが保護してそのなんかその変な外的なプレッシャーから解き放れたれた時にうーん要は今度はもうフラバと何だろうトラウマとの戦いずっとっていう、うん、そうなんですよね。だから本当の 大変なとこころはそこから先だったりするんでだからまあうんそうっすねまあこっからがまたちょっと大変なところではあるんすけどはいまあそうっすねうんっていうあああ,あごめんごめん今そうあ今聞いてくれてるあ今休憩中かなんかかなうん今ちょっと LINE 来たわうんはいはい 今ちょうど相談そう読み終わったとこっすうんうんうんあなるほどねあーオッケーっすう、えーとそうするとどうしましょうそれはどういう対応をっていうことなんすかねああ車でってことねああなるほどいやっていうのは家とかに連れてく連れてっちゃうとうーん要は誘拐罪になっちゃうっすよねうん それが未成年相手の場合、そう、あの、誘拐って話になっちゃうんで、そう、あ、それはしない、オッケーで、ただ、その、車っていうのも、密室っていうのも、ちょっと危ないっちゃ危ないんだよな。どうしようかな。まあ、多分ん、多分大丈夫っすね。えっ、ー、と、うん、問題なさそうなのは、えっ、ー、と、最悪、俺のその、YouTube とかにアップされてるアーカイブが、今もう、えっ、ー、と、何、 丸3まで来てるかな。うん。その場から動かなければ大丈夫っすね。多分。うん。で、えっ、ー、と、最悪のパターン。えっ、ー、と、今、丸4まで出てるか。丸4まで出てるんで、最悪それを見せてもらえれば、えっ、ー、と、問題ないっていうのと、あと、今、全部、えっ、ー、と、会話の内容を録音していただいてるじゃないですか。一箇所ドアを開けて、あ、いや、それ閉めちゃって大丈夫っす。はい。閉めちゃって大丈夫っすね。家まで連れて行かなければ大丈夫っすね。はい。 あのでうんと最悪全部録音してるじゃないですかですでにもう自走とも話がついてるんでえっ、ー、と最悪警察になんか職質されて何,何事かってなった時も、えー、とその録音とあと自走の、えー、とその相談の、えー、と相談実績てあの紹介すれば問題ないんでうんそうっすね た,ただ家まで連れてくとちょっと危ないかなっていう感じなんで車の中とかだったら普通にドア閉めちゃっても全然大丈夫そうですねはいあの要は自走にえと相談実績行ってるしで多分おそらくそこのえと会話の中で自走とのもうあの話し合いが月曜日できてるじゃないですかで月曜日できてる時に多分おそらくえとあなたの名前もその対応してくださってるあなた自身の名前も多分そこに出てるか えとまあ出てなかったとしても、えーとまあ、A さんとして出てたとしてもその A さんが私ですっていう話にすれあのその話をすればあの多分大丈夫だと思うんでていうかでも負担じゃないですか大丈夫ですか大丈夫ですか本当ですかでその時にまたなんかもしあったらなんかちょっとこうどうしてもなんか困ったことがあれば LINE ください僕がもう配信終わってたとしても全然問題ないです はい、配信終わってたとしてもそれ対応するんで、はい、あのどうしてもなんか突発的な何かがあったらあの僕 LINE 連絡くださいで多分おそらくその近くであのうーん今日いるかどうか分からないですけど、うんあのー、接触してくださった方もプロの方もいらっしゃると思うんでまあどちらかでその人と連絡先多分交換してると思う,はず思うんででその人そんなに、あのー、遠くにはいないんで なのであのー、そうっすねあのー、連絡どっち俺かそちらに連絡取っていただければあのー、あ連絡先聞いてるっすよねそうっすよね、うん、じゃあ最悪その対応でっていうところとある種だから逆に言うとこれがトリガーになる可能性はあるかなっていうあのー、長女の方があのー、保護を決意する保護を決意するトリガーにある意味もしかしたら ななるかもしれないんでそうなってくれたら逆に助かるけどだからまあそうね一応だからなんかまあ頃合いを見てお姉ちゃんにだけあのー、分かるように、あのー、そういえば昨日2人でお話しした話のことは考えてくれたっていう風になんかちょっと一言だけさらっと、うん、さらっと触れるだけでそれで イエス・オア・ノーを待つか、まあ、イエス・オア・ノーなければ、また、あの、次回に持ち越しっていう形でいいんじゃないかなって思います。そうっすね、そうっすね。だからもう、その触れるのは、昨日のこと、まあ、あの、一応考え,と考えといてね、ぐらいの感じでいいかもしれないです。そこでイエス・オア・ノーを求めるよりも、なんか考えといてね、みたいな。二人で話したお話のことを考えといてね、みたいな。うん。ちょっと、ちょこっと触れるぐらいの感じで。うん。いえいえ、全然。 全然問題ないっすよ。はい。全然問題ないっす。はい。っていう。うん。またアーカイブ確認。了解っす。了解っす。はい。っていう感じでございます。はい。お願いします。なんかまたわかんないことあったら、あの、配信中でもいいし、配信外でもいいし、あの、送ってきてください。うん。っていうことでございました。まあ、ちょっと今日寒いんでね。全国的に寒いんで。はい。まあ <laughs>、ちょっと、あの、急遽いろいろご対応いただいたみたいで。はい。 っていうことでござい、っていうことで、あの、今、LINE が来まして、あのー、わざわざ、あの、仕事を早退してくださったそうで、はい、っていうことでございました。はい、ありがとうございます。はい、っていうね、なかなかできることじゃないですからね、そんなね。うん、本当に、ありがたい限りでございます。はい、私としては。うー,んうー、でも、きついね。マジで。で、多分、おそらく、 ねえ今心が許せる人が多分この方だけだからその子たちにとって、うん、だからおそらくこの寒い中他にももしかしたらちょっとあったかいところもあるかもしれないけどねこの方に会いたいがためにもしかしたら寒いところ寒い中ね待ってるかもしれないしっていう、うん、ところですよね切ないですねマジでね。 Oh, mm -hmm. you